マドリード条約は1750年10月5日にグレートブリテン王国とスペイン王国の間で締結された通称条約。条約はオーストリア継承戦争を終結させた1748年のアーヘンの和訳の後に締結され、スペインが長年にわたって憂慮していたアシエントの問題を解決した。1713年のアシエントの英語訳の表紙。 1713年のユトレヒト条約により、イギリスは30年間のアシエントを得た。この契約によりイギリスは、毎年スペイン植民地に、貨物500トンと、人数制限なしの奴隷を輸出することが許可された。イギリスの貿易業者や密輸業者が伝統的に閉ざされた、スペイン領はアメリカの市場に進出できるようになったが、イギリスとスペインは、たびたび戦っており、 アシエントが有効だった期間では、四国同盟戦争、ポルトベル封鎖、英日戦争、ジェンキンスの耳の戦争があり、特に、ジェンキンスの耳の戦争では、紛争が拡大してオーストリア継承戦争と同時進行した。オーストリア継承戦争は、戦争前の現状回復で終結したが、三戦国の大半は、アーヘンの和訳に満足していなかった。 アシエント問題は重要性が低減したこともあって、条約では触れられておらず、イギリスとスペインが適当な時間と場所で解決することに同意したのみだった。そして、1750年にイギリスが10万ポンドとスペイン領アメリカとの条件付き貿易権を得る代償としてアシエントを放棄したことで問題がようやく解決した。条約は下記10条で構成される。 イギリスはアシエントトネンジ貿易船便への権利を放棄する。スペインはイギリスへの保証として10万ポンドを支払い、イギリスはこれ以上請求を行わない。スペインはアシエントトネンジ貿易船便に関するイギリスのすべての主張、または要求を認める。イギリス国民はチャールズに世時代に支払ったスペイン公の関税よりも効率な関税を支払わない。 イギリス国民はチャールズ二世時代で言ってきたようにトルトゥーバ島で死を集めることを許可される。イギリス国民はスペイン国民より高い関税を支払わない。両国の国民がお互いの国に陸路で貨物を運び入れるとき、海路で運び入れた場合と同じ関税を支払う。両国とも貿易に導入した革新を廃止する。本条約を既存の条約システムに組み入れる。 条約を速やかに履行する。条約が締結された後、入滑する公爵がスペインを同盟者にしようとしたため、英西関係が劇的に改善した。ホセデカルバ・ハール・イランカステルや、リカルド・ウォールといった新英派首相が相次いで任命され、いずれも紛争の再来を回避すべく、スペイン駐在イギリス大使ベンジャミン・キーンと良好な関係を保った。 以降スペインは1762年に7年戦争に参戦するまで中立に止まった。ありがとうございます。